通報しよう。カーボン帳売っている偽物プレイヤーがいるらしい。カーパーキングマルチプレイヤーをやってみたぞ。こんな小学生レベルの無料ゲーム俺がやるわけないだろう。偽物行為するな。は？なんだあの顔イカれてんだろ。コメント欄でやれやれ言われ続けたからインストールしてみたけど、何これどう遊べばいいの？フォルザホライズンに何を取っても勝っていない。クソゲーとしてめでるほどの面白さもない。やることなさすぎて初期死に廃車にしてるわ。このウィーっていう稚拙なネタは、このゲームで満足できるような子たちが視聴者だから通用したなんてこともないんだぞ。このチャンネルの視聴者さんの大半は30代以上なんだぞ。インターネットエクスプローラー並みにレスポンスが遅いチャットで、集まって喋るしかやることないのか？とりあえず電柱に突っ込むミサイル。タイプ R ってどんなのか知ってるかい？知ってる若さ。なんだこの地獄。こっちは子供たちと絡んでるほど暇じゃないんだ。言うて暇そうですけどね。怠けた分後で帰ってくるんだぞ。そういえば夏休みも終わりそうだが、宿題はちゃんと終わらせたか？まだ残ってる人、残念でした。一生そうなりますよ。どうするんだこの動画。子供の喧嘩としょぼい事故しか見どころないぞ。くる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 。というわけで、なんだ、課題を計画的に終わらせる意味以外に意味がない90秒だったな。取り掛かった時点でその課題の半分は終わっている。本質さ。